はいどうも、皆さんおはようございます。こんにちは、こまわりゅうです。さあ、今日はですね、皆さん新パックでご紹介していなかったカードがあるんですけども、この黒白の波動というカード、皆さんご存知でしょうか。この声に出して読みたいカード、結構上位に来そうな黒白の波動というカードね。このカードの効果ね、読んだらね、発強ってなんですよ。シンクロモンスターをエクシーズ素材としているエクシーズモンスターがフィールド上に存在している場合、フィールド上のカード1枚を選択してゲームから除外できると。まず、まあ、ジンナビみたいな感じですね。ジンナビみたいな感じで除外して、自分のデッキからカードを1枚ドローする。つまり、相手のカードを除外しながら1枚ドローできる。2ヤード稼げるんですよ。まあ、2ヤードっていうか、まあ、相手マイナス1でこっちプラス2だから、まあ、こいつカードを使ってるから、まあ、プラス2だね。だから2ヤード稼げるっていう。バカみたいに強いっていう、この黒白の波動を今日は活躍させていくデッキを組んできましたと。で、ちょっとですね、発動条件が難しくて、シンクロモンスターをエクシーズ素材としているエクシーズモンスターがフィールド上に存在している場合だから、結構条件はきつくてですね、で、まあいろいろ考えた結果、一番早いのは、まあ芽吹が生きてたらね、スポアとか、から、出せる、これが強かったんだけども、まあちょっと芽吹くものがかなり修正されましてですね、あのスキルマジで本当全然使えなくなっちゃったんで、なので今日はもう要は御用ディフェンダー御用ディフェンダーからその全マインをするっていう、まあこれ御用ディフェンダー の、まあ、のシンクロムーブがあったんですよ。芽吹く使ってるとあれやっていきます。ライティドライバー召喚して、でレフティ出してくると、まあこれ OCC でもあるムーブですね。でライティドライバー出してきて、でシンクロで御用ディフェンダー出して、で御用 D が御用 D 呼んでこれるんで、でシンクロモンスターを素材にしてこれ出せるという、まあこういうギミックですね。で、ゼンマインがいれば、小木枠の波動は打てますんで、で、しかもゼンマイン自体も結構硬いので、まあ、因果切断きついんですけど、因果切断がなければ、こいつ、まあ、ぶち込んでいくので、結構強いと。1枚除外して1枚ドローするんでね、めっちゃ強いと。いうことですね。で、あとはまあ、結構なんでもよかったんだよね。で要は、御用ディフェンダーが出せるハンドであればなんでもよかったんだけども、まあ、これくらいしかリンクスねえなと思ったんで、一応1枚初動の、サイキックリフレクターとかを積んで、まあ、ここなんでもいいです、ぶっちゃけ。このなんか、この一番初動モンスターたちの、ここマジで何でもいい。好きなモンスター積んでください、ここは。これじゃなくても別にいいです。で、あとはまあ防御だ、狡猾とか、まあ、コズミックサイクロンとか、つきましょう。これ今、ランク戦やってる感じだったら、ちょっと青眼がなんか減ってきてまして、俺がやってた時は。なんで、青眼マイネーション、オノマトとサンドラめっちゃいるから、このカードにしようかなと思ってたんですけども、月の章多めにね、しようかなと思ってたんですけども、まあちょっと青眼、さすがに見ないでもなーっていうのと、あとネクロバレーきつすぎるので、ゴツメキサイクル入れてますっていう感じですけど、まあ別にこの先行制圧系のサンドラとか、オノマトとか多ければ、まあここバック除去なくてもいいかなみたいな感じですね。で、サイキックリフレクターから出せるシンクロモンスターも もちろんめちゃくちゃ強いのと、あとライティーレフティで出せるね、ハストールも1枚入れてますっていう感じですね。まあ、今日使いたいのはこの黒白の波動っていうカードなんで、このカードの強さをね、皆さんにお見せしていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、エビ来た。あ、ハンド結構強いね。ライティードライバー召喚。さあ、ライティドライバーの効果を発動、デッキからレフティドライバーを特殊召喚。まあ、こいつもやっぱやってることはかなりねやばいですよね。こいつ水属性だったらあれなのにな、あのサメの領域でサメの領域でシャーク出したのにな。ライティドライバーもねやってることはまあほとんどディーバーとかと同じような感じなんで、めっちゃ強いですよね。で、御用ディフェンダー出して、でシンクロモンスターに対応使ってエクシーズモンスターを垂れていくと、これがまあ一番簡単ですね。1枚消費なんで、これライティドライバーだけで作れるんで、なんか多分消費カードの多さで言ったら一番簡単にシンクロモンスターエクシーズ素材としたなんだろう、カードがあると。エクシーズあシンクロ、素材としているエクシーズモンスターがいると。まあそれは普通に飛ばすけど、これ青眼いるかな、青眼いるかどうかわかんねえな、これ青眼いるかどうか、あ、いなさそうだね、いなさそう。で、除外してワンドロー、はい、除外してワンドロー最強。やばくないですかこれ、やってること。除外してワンドローですよ、クソやばいですよね。除外してワンドローですよ、すぐにこれアドバンテージ、相手がマイナス1してるのにこっちプラス1してますからね。これがね、ヘッドチャッチングとかと同じような理論ですね。またくんの、どんだけ強い。まあでも多分ね、さすがにこの全枚を突破できる、どんだけバック除去してくる、うっとうしいな。でも正解いないんだろ、でも飛んでけお前は、飛んでいけ。
あの世に飛んでいけ。さあ相手を1枚除外してワンドロー、強すぎ、心折るっていうね、心折れるんですよこのカード、マジで。さあお相手の方、エビ、エビ来た、エビ、エビ来た、エビ多いね。やっぱレベルコピー持ってますし、まああのオノマト変化持ってるということで、オノマトランスか、あれ皆さん知ってます？オノマトランスっていうらしいですよ、あのスキルは。スキルの読み方ね。さあ、まずは御用ディフェンダーを出していく。やっぱ1枚でね、そのシンクロモンスターを素材にしたエクシーズモンスターが、まあ出せるというのは、まあ、唯一無二のメリットかなと。芽吹くだったらね一発だったんだけど、スポーアとなんだっけ、バルブが、まあ、スポーア最強で、スポーアこれ黒脈の波動をセットしながらさらにエバリーも出せるっていう場面できたんで、スポーアが生きて、まあ、芽吹くが生きてればめっちゃ強かったんですけど、このデッキちょっとですね、芽吹くがなんかあんな、速攻魔法なんかね、オノマトランス、はい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 、オノマトランスか、槍かな、槍か、まあ、月の書、月の書、まあ、そんなに痛くないか、月の書そんなに痛くないね、月の書はそんなに痛くない、まあでも月の書打たれて、まあでも黒脈があるからまあなんとかなるかなって感じなんだけど、はあ、で召喚時効果もいいか、別にボルト持ってくる、ボルトもそんなに痛くないもんね、ボルトもそんなに、まあ、ウィンドだったらまあ別にいいし、ボルトそんなに痛くないんだけどな、飛ばしとく、いいよね別にね、ボルトはチェーンすればいいみたいなのがあるけど、これでどこを飛ばすかですよ、黒脈、あそれ神ゲーだ、それ神ゲー、それこれね、あのアドバンテージプラスですね、これチェーンして打てるんで、で、相手のカードを除外して、槍はきつい、槍やめて、槍は、槍だけちょっときつい、今槍は効いてないから今のところあオッケー、飛ばせる、で飛ばせて、飛ばしてワンドロー入る、いや強い、飛ばしてワンドロー最強じゃない、やっぱこれやってることやばいでしょ、このカードコストも何もいらんからね。でウィンド、はい、ガガガウィンド、ガガガウィンドはどうぞ、ガガガウィンドでオノマトピア、出てきたモンスター裏にしたらいいんじゃねえかな、はいどうぞ、オノマトピアもいいです、で手だから、ガガガ的なやつをなんか出す、でああそれもいい、で墓地に何もいないから蘇生はできない、でランク4ぐらいは立てるしかない、で速攻魔法だね、あの1枚は槍だったら多分使ってると思うんだよな、使ってないかな、槍か月の書かデッドリーシーン、うん、なるほど、デッドリーシーンはまあこうするしかないけど、これで、ね、槍だったら絶対使うから、あー槍じゃないんだ、うん、月の書か蜘蛛とかもありますね、蜘蛛とかもありますね、あ蜘蛛かもしんないな、もしかしたら蜘蛛説結構あるな、あこれ座席先に墓地から除外か、墓地から除外してレフティードライバー効果、レフティードライバーの効果によってデッキからライティを持ってこれる、これも強いんだよね、後続を用意できると、まあ、あまり大した後続用意できませんけども、ライティードライバーを召喚、ライティードライバーの効果発動で、ライティードライバーでデッキからレフティを持ってくる、で次は効果を発動しないと出せるもんじゃないんで、ライティードライバーを出していくよ、でライティードライバーの効果でレベルを1個上げていく、 OK! 多分あれ蜘蛛だね、蜘蛛全前に効かないんで、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、珍しいキャラクター使ってんな、珍しいキャラクター使ってんな、珍しいキャラクター使ってんなこれ、レフティー出してくる、レフティー出してきて、でレフティードライバーの効果発動するっていうね、選択肢をたまに打っちゃうんですよこれ、ね意味わかんないこと起きるんで、打っちゃうと、打ったないようにだけ注意して、レベル4、ランク4か、ランク4じゃない、レベル4か、レベル4しか出せなくなっちゃうから、ゼンマインを特殊召喚していく、で、ゼンマインをペッて出していく、しょっ、そして、カードを1枚セットして、で、セットして、ちょっと待って、なんかアマンガス起動してるから、アマンガスの音入っちゃってる、これ。ちょっと待ってね、ちょっと待って、音消すわ、ごめんなんか変な音入ってるわ多分これ、ここでいい、ごめんなんか今あの後ろでなんかアマングアスが起動してなんか変な音が入ってるかもしんない、ゲームに申し訳ねえ。さあ三沢大地くん、うわー、うー
だけ結構劇的にきついっていう話はあるんですけど、まあ消化か、なんと打つしかないね。これ打つしかないんですよ。これ打って一応1枚ドローは入れておきましょう。1枚ドローは入るんで、これで1枚除外できれば1枚ドローは入る。オッケー、あー、オッケーオッケーオッケー。で、これはもう墓地置くしかない。耐えてくれ、頼む。フィールド魔法系のスキルかな、これ。局所も打ってくれ。何ワンキルやめてくれ、頼む、生きろ。予想外、予想外、何これ、何が出てくる、誰や、お前、お前誰や、聖火にいざなわれしもの、誰や、レスキューラビット、あ、何これ、聖火にいざなわれしもの、何これ、聖杯デッキ、聖杯デッキ、なんだその、あ、エクシス召喚か、なるほど、なんか意味ボットみてえな、連合軍、どういうこと、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと。